別にあんたのために作ったわけじゃないけど。ごめんね、一生懸命作ったんだけど。すげえ笑ってんじゃん。失敗しちゃった。義理だからだ。それではつむぎさんから。なんかガチじゃん文面。当たり前だよバカ野郎。そうでしょ。罰ゲームだよバカ野郎。なんだと思ってんだよバカ野郎。それではつむぎさん、バレンタインにちなんでチョコ渡す時の一言お願いします。マジでガチじゃん。別にあんたのために作ったわけじゃないけど、あげる。言うと思った。なんかもう見た目からしてなんか混ぜてそうやもん、チョコに。なんだろう。髪の毛とか。そう、自分の。やば。入れてないよ。やばいよ。やばくない。あ、続いて志崎さんの問題出ました。マジですか。何、志崎さん。待って、長いね。センターのカメラに向かってチョコを渡す時の一言お願いします。やば、こういうのやば。はい。ごめんね、一生懸命作ったんだけど。すげえ笑ってんじゃん。失敗しちゃった。ガチでやってる。でも受け取ってくれますか。ずるい。だってずるい。可愛いのあってさ、ずるいよ。ちょっと待って待って。君たちあのパーテンションっていうぐらいやっぱり。なんかちょっとごめん、本当にこれだけは痩せて。生放送でここ切り抜かれたらほんまに私たち仕事なくなるから。ダメ。ここに来ちゃダメ。そうダメダメ。ここは超えます。マジで可愛かったんだけど。あ、ラッキー。じゃあ最後私をやらせていただきますね。ギリだからだ。怖いよ。さすが。イエーイ。さすが。ガーサスガーサス。ガーサス。いった。ああ、ちょっとね。ね、仕事なくなるんじゃないの？仕事ください。はい、次。次っていうか、はい。おい。仕事が欲しいと思ってんならよ。出来高で示せよ。出来高？ボス。敵だか敵だかだからはい、本日の仕事は終了。以上、ガルパ番長と TV ライフパーティーでした。はい。